これはさすがに読みたくないな、俺はな。うん。俺も行くか。誰だお前は。リビングで父さんが半裸でキショイ声出しながら AV を見ていた。父さんやんちゃ。こういう時息子としてはどう反応したらいいのだろうか。どこで選択肢出してきてんだ。面白そうだから一声かけよう。きっちー。ひろたかか、人が気持ちよく射精寸前だってのに生意気にちゃちゃ入れてんじゃねえぞ。いや軽くスルーしてあげようとしたんだけ、だから逆切れしないでくんない？全く触れられないのもきついかと思ってこっちも気使ってんだから。っていうかだな、俺はもうお前みたいな思春期のピュアピュアボーイじゃねえんだ。しこってるとこ見られたくらいじゃなんとも思わんわ、ボケ。父親舐めるんじゃねえぞ。なんかちょっとかっこいい。舐められたくないなら子持ちのくせにリビングで堂々 AV 見ないでよ。あ、これは AV じゃねえよ。今は亡き妻、つまりお前の母ちゃんとのハメ撮りだ。めちゃくちゃやだな。きっちー。たく、学生ならもっとお外で遊んでこいよ。父親のプライバシー侵害するんじゃねえ。ゆったり思い出にも浸らせてくれないのか。とんだ親不孝な息子だな、てめえは。そういうのは自分の部屋でこっそり済ましてよ。息子に当たり前のことを言わせないでくれない？なんだと？親父の女に呼ばれるんじゃねえ。ついでに母ちゃんにも謝れ。なんかそんなタイトルの映画があったよね。母さんには父さんが謝った方がいいと思うんだけど、きっと天国でまた会った時にしこたま怒られるよ。あん、つよしさん好き。おう、マリちゃんお帰り。いや、知ってんのか、わかんのか。え、笑顔で挨拶するマリちゃんとそれを平然と迎え入れるイバダ半裸の父さん。じゃあ私着替えてくるので。ヒロ君、覗いちゃダメだからね。そのまま奥の空いていた部屋へと入っていくマリちゃん。父さん、これどういうことなの？あ、言ってなかったか、マリちゃん今日からうちに住むことになってるから。めっちゃ初耳。さすがの僕もこれには驚きを通り越えて呆れるしかなかった。そんなことも聞いてねえのか。さては久しぶりの再会で柄にもなく女の子と距離感つかめないで嫌がるのか。青くせな、おい。余計なお世話だよ。だいたい父さんもマリちゃんの事情を知ってるならちゃんと教えてよ。教えてやらねえ。ぶっ飛ばすぞこのクソ親父。出て。喧嘩しちゃうね。制服の上着を脱いだマリちゃんが仲裁に飛んでくる。ちゃんとヒロ君には思い出してもらいますから、おじさんはいろいろ内緒にしておいてください。はあ、なんだこの鳥頭、まさかマリちゃんのこと忘れてやがるのか。ガキの頃の話なんざどうせ大した話でもねえってのに。ちょっと、そこはもっと運命的な過去を匂わせて、私のヒロインとしての過去をどうのこうの。うるせえ、早漏の小娘の分際で俺に指図するとは生意気な。もうどうでもいいんで、早く服着てもらっていいですか？あんなでもさすがにそろそろきっついです。おっと、こりゃ湿気。わあ、服着るの早い。気にしてないのかと思ったが、そんなことはなかった。いくら自宅とはいえ、本当に女の子の前で蛮行はやめていただきたい。っていうか父さん、締め切りはいいの？今日までじゃなかった？実は人気漫画家、郷小町である。父さんは見ての通り締め切り前は情緒不安定になるのだ。もし毎日こうだったらさすがに僕もののかもとっくに家出している。あー、だから現実逃避に母さんでしこってたんだろうが、それくらい息子なら察してくれよ。現実逃避の仕方よ。つうわけで明日まで部屋から出てこねえから、マリちゃんとしっぽり楽しんでも一向に構わんぞ。はっ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 は。私は一向に構わぬのですが、将来を誓い合った仲とはいえ、さすがにそういうのはまだ。いや、ヒロ君のエッチ。もう頭がパンクしそうだ。ヒロ君、あーそぼ。夜自室でくつろいでいるとマリちゃんがノックもせずにいきなり入ってきた。しかもお風呂上がりでパジャマ姿というなんとも無防備な格好だった。やだよ。だが貴様に拒否権はないのだ。
じゃあいちいち聞かないでくれ。冷たい。ヒロ君の意地悪。今だって暇そうに漫画読んでたくせに。暇そうとは漫画に失礼な。マリちゃんも一緒に読む？うん、読む。じゃあ私は右側持つから、ヒロ君は左側持っててね。僕が言う一緒にっていうのはそういう意味じゃないんだけどな。読むスピードだって違うわけだし。どうしてヒロ君は私と同じスピードで人生を過ごしてくれないの？わあ、めっちゃ付き合ったらめんどくさそう。いきなりそんな重苦しいこと言われても。そうやって私のことも全部全部全部置き去りにして、君だけ先へ先へと行っちゃうんだね。え、このキャラそんなあっさり死んじゃうの？マジか。ベッドでバタバタと発狂しているマリちゃんを無視して僕は漫画の続きを読んでいた。ヒロ君が全く私のこと相手にしてくれないよ。ののかじゃん。そこでなぜ私に泣きつくの？あれ、ののかまでどうした？この女が兄さんに迷惑をかけてないか心配で。安心して、私ヒロ君にはたっぷり迷惑かけるつもりだけど、ののかちゃんには迷惑かけないから。もうすでにその存在自体が迷惑の塊なんだけど。それはさておき、お風呂沸いたから一緒に入ろう、兄さん。入ろう。ああ、うん、わか。今なんて？だからお風呂一緒に入ろうって私と。ヒロ君、ののかちゃんとまだ一緒にお風呂入ってるの？それはちょっと不健全だよ、ミドラだよ。いやいや、入ってるわけないでしょ。ののかこそいきなり何を言ってるの？ちょっと前までは背中を流し合った仲なのに。それとも兄さんはそんなに妹を女として見たいの？私を妹として見ているのならお風呂くらい全然平気だよね。ね、僕にへりくつは通用しないぞ、ののか。兄さんの大好きなおっぱいもそこのピンクより充実してる。ほら。ののかちゃん、一体どこでそんなお下品な仕草覚えてきたの？お兄ちゃん許しませんよ。おっぱいを寄せて僕に言い寄るののかを抑える。どんなことにも屈しない自信はあるが、僕はおっぱいだけには弱いのだ。それがたとえ愛する妹のものだろうと。ね、兄弟だからセーフ。何もセーフじゃない。マリちゃん助けて。むしろ私のおっぱいを助けてほしいぐらいなんだけど。どうやったら助けられるんだ、それは。凡乳コンプレックスをこじらせたマリちゃんが勝手に切れていた。悔しければせいぜいパッドでも何でも仕込んでから出直してこい。あ、義乳は罪なので、代わりにお部屋でおっぱい体操してくるね。なんだその体操は。すべてが中途半端なくせに変なこだわり持ってるの、何なの？お前は凡乳をバカにしすぎだぞ。っていうか凡乳ってなんだ、初めて聞いたぞ。女の子特有の悩みを僕に聞かれても。そうだ、ののか、生徒会の時ありがとうね、話合わせてくれて。妹には何のことかさっぱりわからないけど、私はいつでも兄さんだけの味方。言うほどいつも僕だけの味方かな。それはともかくマリちゃんも出て行ったことだし、ののかも出て行った出て行った。私は聞き分けがいい妹だから、押し出さなくても素直にお休みできるというのに。はいはい、いいからお風呂入っておいで。むくれたののかを自分の部屋に返してから僕は部屋に戻らず、そのまま廊下を進む。このまま僕もお休みってわけにもいかないよな。結局のところマリちゃんと二人きりでしっかり話せていなかったから。マリちゃん、遊ぼ。もういい子は寝る時間だよ。いうか、女の子の部屋に入るときはちゃんとノックしようね。今日来た割にめちゃくちゃ女の子の部屋になってる。男の子の部屋もノックしないとダメだよ。マリちゃんの部屋を訪ねると、今まさに布団をかぶって寝ようとしているところだった。っていうか、いつの間に荷物を運び込んだの？空き部屋だったはずの部屋がすっかりザ女の子の部屋になっていた。そんなにじろじろ見回してもエッチなものは置いてないんだからね。いや、そんな期待はこれっぽっちもしてないけど。具体的にどこまで許してくれるか教えてくれないと、僕はこう見えて臆病だからね。ちなみに私、エッチなことには興味津々だけど、そこまで耐性あるわけじゃない普通の女の子だから、そこまで求められても困っちゃうよ。ならもっと普段からおしとやかに過ごそうね。こうしてちょっと
照りながらお布団半分かぶっている私は十分おしとやかな女子だと思います。全部自分で言わなかったら可愛いのに。しまった。慌てて自分の口を手で押さえるマリちゃん。こういう仕草本当に可愛いのにな。それでヒロ君、こんな夜更けにお女子の部屋を訪れてきて一体何用かね。あ、うん、今朝のことをちゃんと話しておこうと思って。全部なあなあにしてしちゃした、あ、うん全部なあなあにしたままさらに同じ部屋の下で暮らすなどお互い気が気でない。マリちゃん、僕ね、本当は君のことちょっとだけ心当たりがあるんだ。うん。だけどやっぱりちゃんとは覚えてないから適当なこと言うのは良くないなって。うん。だからもう少しちゃんと君とのことを思い出せるまで返事は待ってもらえるかな。いや、そこはうんってうなずいておこうよ。どんな形であれ告白を受けたのだから、僕なりに誠実な答えを出しておこうと思ったんだけど、やはりマリちゃんは納得のいかないご様子。別に私のことはね、思い出してくれなくていいの。そりゃ思い出してくれた方が嬉しいは嬉しいんだけど、私は今のヒロ君と仲良くなれたらいいなって。ヒロ君にも今の花丸マリを見てほしいし。それでもどこか寂しそうに笑うマリちゃんに心がチクッと痛む。いっそ全部正直に言ってしまえたらどんなに楽だろうか。だからあんまり他の女の子と仲良くしちゃうやだよ。他の女の子？分かってないならいいです。頬を膨らませながらも並んで寄り添ってくるマリちゃんとしばらく一緒に過ごしたのだった。いきなり兄さんの部屋に突するからどうなることかと思ったけど、所詮はイキリ処女だったこれで少しは安心。しかしなぜ急に私と兄さんの愛の巣にあのような出戻り幼馴染が。あれは部屋にこもって修羅場中だし、はあ、割と最近とだけ。また次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくにゃん。